日本近畿地方、中部地方、三重県北勢桑名市長島町、浦安長島町浦安は、三重県桑名市にある大技。桑名市東南部の長島町の最南端に位置し、東側を木曽川、西側を伊比川、長良川、南側を伊勢湾に囲まれた川口部にある。北側は、同市町、島町松陰に接している。長島スパーランドの敷地が、 浦安の総面積の大部分を占める。富田式によると、江戸幕府領として1823年から4年間かけて開発された追松和重が現在地に関する記録で最も古い。この追松和重は、周辺の新田集落を含んだ和重地帯で、江戸時代を通じて、自然災害による堤防の決壊、村の水没を繰り返した。 1860年の大風高波に伴う、堤防決壊の際には、地主らは、追松和重全体の復興を諦め、農民の居住地のみの復興を行い、神殿は見捨てられた。明治時代になると、基礎山線分流工事により、基礎川河川敷になったが、美濃国の水谷小三郎を筆頭とする4名の出資で、商陰神殿として、再開発が行われた。以後、 農村としての時代が続く。1963年8月、現在の浦安地区で天然ガス探査中に、源泉温度摂氏60度の温泉が流出。翌1964年11月にグランスパー、長島温泉が、1966年3月に、長島スパーランドが開業した。1979年には、長島温泉周辺が、 松陰地区から独立した大技、浦安となる。浦安の地名は、松陰地区から分離する際に域内にあった、浦安神社から取ったものである。ちなみに、東京ディズニーリゾート所在地の千葉県浦安市とは、地名の由来が異なる。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。三重県道7号起点付近。ありがとうございます。